ビエルタン、ビエルタン、リトンは、ルーマニアのトランシルバニア地方、シビウ県に属するコミューンである。ドイツ語名は、ビルトヘルム、ハンガリー語名は、ベルタロム、という。ビエルタンにある、ゴシック様式の要塞制度を持つ村落は、トランシルバニア地方の要塞制度のある、村落群として、ユネスコの世界遺産に登録されている。ビエルタンは、 シビウ県北部に位置し、県とシビウの北東 80km からは直線距離で東に 15km、道なりには 34km、ルーマニアの国道14号、DN14 からは 18km に位置している。2002年時点で、の人口は約3000人である。2002年の国勢調査によれば、ルーマニア人68.58%、 ロマ人22.23%、ドイツ系、住民4.77%、ハンガリー系、住民4.40%となっている。ビエルタンのコミューンはルーマニア語とロマ語が公用語となっており、ロマ語は道路標識や公教育の場でも用いられている。1775年にビエルタンから 5km ほどの森の中で4世紀に、 遡る奉納学が発見された。ビエルタンの奉納学として知られるこの奉納学は、アウレリアースミカドの決定によりだキアのローマ洋風が撤退した時、275年以降にトランシルバニア地方にラテン語を話す人々がいたことを示すと同時に、ルーマニア人との連続性を示すものである。ビエルタンはトランシルバニア地方における 最初のドイツ人居住地の一つである。この集落は、1224年に、ハンガリー王アンドランシ氏二世によって出された、金印検証に従い、二つの座、ダックス・シェイゼス、つまりメディア種や、聖カとひとまとめにされていた。しかし、文書に残る最初の証言は1283年のもので、ヤモシュナ、モーズナと共に言及がある。この三つの集落は、 二つの座の行政上の中心地となるべく熾烈な競争を繰り広げていた。そのため、それぞれの集落はその名声を高めようとして、他よりも立派で装飾を凝らした宗教施設を建しようとした。1397年にビエルタンの城塞化が行われた。ザクセン人たちの他の定住地と同じように、ビエルタンも都市的な組織を有していた。つまり、家々は、 中央広場の周りに連なり、その広場には印象的な要塞制度が鎮座していた。ビエルタンの要塞制度は、唐と中世的な保留を備えた、三重の城壁に守られている、ゴシック様式とルネサンス様式の調和した、素晴らしいキリスト教建築物である。最初の城壁の建造は12世紀に遡るが、これは同時に、最初の聖堂、聖マリア聖堂が建造された時期でもあると。 考えれている。現在の聖堂は、後期ゴシック様式で1487年から1524年に建造されたものである。1572年から1867年までのおよそ300年の間、ビエルタンは、ザシー・オブザルザーム・イーヴァンジェリックル・ビショップであり、そのことがトランシルバニア地方の農村部に残る、城塞建築の中では最も危険な部類に属するものを、 要塞制度の周りに張り巡らせることにつながったので、ある。1572年には、ボクシルカス・ウングレルス、ルーカス・アングラースがトランシルバニアにおける、ルーテル派福音主義教のコミュニティの最高責任者、インペインデント・サプレムに選出され、ビエルタンは、のせいで失っていた精神的、宗教的に重要な地位を手に入れた。上は堅固なものであったにもかかわらず、 1702年のハンハップスブルクの暴動で不意に占拠された。この暴動での占拠の間、高価な再起や価値ある文書類が盗まれ、また聖職者たちの亡骸が安置されていたクリプトも宝探しの一環で荒らされた。第二次世界大戦後、トランシルバニア地方のザクセン系住民には、ボルクタなどのロシア北部やシベリアに5年ほど、抑留された人々が多くおり、 ビエルタンの住民も例外ではなかった。共産主義政権崩壊後、ザクセン系住民の多くはドイツ島に移住するためにビエルタンを去った。1977年にはビエルタンには1613人のザクセン系住民がいたが、1992年にはわずか280人ほどになっていた。中世に建造された要塞制度は、 丘の上に建てられた聖堂と城壁からなる。聖堂は晴れ型で建造物群の中心にある。聖堂は1490年から1520年の間に後期ゴシック様式で建てられたもので、この様式で建てられたトランシルバニアの聖堂としては最後のものである。大型の記念碑的建造物である。この聖堂には同じ背丈の三つのあるがある。 入り口になっているのは、サイモン、北門、南門である。ウィーンとニュルンベルクの親方たちはその名付け親になった。彼らは1483年から1513年にかけて、当時の聖堂の素晴らしい祭壇を作り上げた。それは28枚の絵画のパネルを備えた、トランシルバニア最大のものである。石を掘り上げた、説教団は1500年に作られたもので、ブラショフの親方。 ウルリヒの作品である。14世紀初頭に作られた聖火体石糧炭の背の高い椅子は美術史家ジョルジェオ・ブレスク1881年から1969年が賞賛している。聖具室の入り口は素晴らしいものである。その扉は1515 15年に地元の親方たちが作り上げた19個もの城からなる非常に複雑な仕組みが採用されている。 1900年のパリ万博で賞を受けた、この城は中世ザクセン人の工作技術の優れた霊障である。当時の仕組みは今でも機能しており、観光客にも示されている。制度を取り巻く要塞軍はトランシルバニア地方の農村部の城塞としては最も固い部類に属する。これらの防衛施設軍は14世紀以降の三重の城壁、6つの塔。 数階建ての三つの両方を並べたものである。上部には防衛用の通路、大時計、鐘がある。死者記念塔は北東部に位置し、その一階には1913年以降のこの聖堂の聖職者たちが営民する霊廟がある。優れた破壊士軍はシビウのニコラウス・エリアス、ニコロウス・エリアスの手になるものである。カトリックの塔は南側に位置している。 この塔には、マルティンルターの宗教改革が、トランシルバニア地方にも広まったことで聖堂を、プロテスタントが使うようになったことを受けて、ブラショフのヨハンネス・ホンテルス、1498年から1549年が建てたカトリック用の礼拝堂が入っている。東の両方には、かつて喧嘩をした夫婦を2週間閉じ込めていた官房があった。そこに閉じ込められている間は、 食器も信頼も一人分しか与えられなかった。普段はそれで司法当局を呼ばずに仲直りをしたので離婚はビエルタンでは非常に稀なものだった。南東部にはラードの塔がある。ビエルタンの市民はそこにラードを保存していたことからその名がある。16世紀に城塞の東、西、南側に第3の城壁が建造された。北西部には 監獄の塔があったが、1840年に取り壊され、跡地に学校が建てられた。第三の城壁の南側には、入り口の塔が建てられ、西側には、織物職人たちの塔が建てられた。町から、教会内部に入るには、町の中央広場の監視塔近くから伸びている長さ、100メートルの屋根付き階段を上る。階段の出口には大きな石が置かれている。 かつては日曜日になるとその上に悪事をなした人々を置き、一週間に渡り共同体全体の目にさらすためのものだった。それは彼らを共同体に加えるための制裁及び教育の手段として効果的に機能していたようである。ビエルタンの聖マリア聖堂とその城塞はヨーロッパ各国、アメリカ合衆国、オーストラリアなどに散らばった。 ビエルタン出身者たちの寄付によって再建された。ビエルタンの要塞制度は世界的に有名なもので、1993年からはユネスコの世界遺産リストに登録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。